皆さんこんにちは。脳と e パワーに待望の四駆が登場です。好評の日産ノート e パワーに 4WD が追加され、札幌で発表記者会見が開催されました。首都圏以外をメイン会場として報道向けに発表会を実施するのは異例の試みです。またこの日はノートが2018年度上半期登録者販売台数で1位を達成したことも発表されました。それではノート e パワー 4WD の開発責任者に話を聞いてみましょう。渡辺さん、今回発表になったこのノート e パワー 4WD、 どんなところが特徴でしょうか？これまで日産が培ってきた電動化技術を最大限に活用した商品になっています。具体的には今回の e パワー4駆は4輪すべてを 100% モーターで駆動する全く新しいタイプの4輪駆動車のシステムとなっています。詳細は車の中で、説明させていただきたいと思います。はい、では私が実際に乗ってみますので、いろいろ教えてください。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。実際機構的にはどのようにですか？ e パワーと四駆が組み合わさったんですよね、今回。基本的には前輪駆動部は従来の e パワーと共通です、はい、今回は新たに後輪、ラゲージフロアのちょうど下になるんですけど、はい、そこに、リアの後輪駆動用モーターを設置したということで、四輪すべて 100% モーターで駆動するっていう新しいシステムが開発できました。この四輪は常に駆動するんですか？スリップするような、はい、前輪がスリップするような滑りやすい路面、そういうところでは常に四輪になりますけれども、普通のこういうシーンですね、だから雪道でもない、はい、特に滑りやすい路面でないところでは、初めは後輪に駆動力をかけますけど、あ、ここは滑らないなって思うと、はい、自動的に後輪は力を抜いていきます。なので普通の二輪の走行状態ということになります。じゃあその運転の状況に合わせて、はい、肉と四駆を切り替えるという、はい、普通の機械式、はい、まあ、メカニカル四駆って言われているものと、はい、機構的には何か違いは、はい、一番大きいのは、はい、後輪の駆動力をモーターで出しているのか、うん、フロントのエンジンから機械でつなげてそれを後輪の駆動力としているか、まずそこはもう根本的に違いますよね。で、性能の差で言うと、はい、特に坂道での発進とか滑りやすいところでの発進のスムーズさ、はい、ここが大きく違います。バッテリーで蓄積された電気をダイレクトで後輪にのモーターに電力を伝えますので、すぐに後輪に駆動力が発生する。一方で機械式の四駆っていうのは前輪がスリップして初めて後輪の駆動力を発生しますので、はい、そこでどうしても遅れが出てしまうんですね。それが初めに申し上げた発進時のスムーズさ、こういうところの差となって現れてきています。そもそもその e パワー肉の状態でもそのモーターのダイレクト感っていうのはすごく好評でしたよね。もともと e パワーって雪道に強いということで、はい、多くのお客様から好評いただいてるんですけど、はい、さらに、強化をして、もう苦手なシーンをもう極力排除した、はい、じゃあもうこの開発で何か苦労した点ってありますか？やっぱりいかにコンパクトに四駆のシステムを搭載するかっていうところで、電圧をですね制御する DC-DC コンバーターって新たな装置があるんですけど、はい、それを乗せてもなお荷室をしっかり確保する、そこは一つ苦労した点ですね、はい、もう一つは制御ですね。前輪もモーターで駆動して後輪もモーターで駆動する、あの反応が瞬時で良いっていう部分はある一方で、前輪と後輪でバランスをしっかりとって駆動力を与えないとぎこちない走りになってしまうんで、そこはもう散々
走行、いろんな走行シーンを模擬して制御を作り込んでやっています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にどんな方にこのノート e-power 四駆乗っていただきたいですか？今回のノート e-power 四駆はコンパクトセグメントの中で最も安心して使っていただける、そういう四駆を目指しました。ですので積雪地域ですね、特にそういうお客様にぜひ乗っていただいて、この e-power の走りを、体感していただきたいというふうに思います。いかがでしたか？ノート e-power、 そしてノート e-power 四駆、皆さんもぜひ日産のお店で試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。